上です。私たち今こんなにカラフルな感じで外で動画撮ってますけど、なんでかっていうとマルディグラパレードに来ております。イエーイ。なんとね、毎年シドニーでね、2月の終わりから3月の始まりにかけて、LGBTQ イベントのマルディグラっていうのがあるんだけど、で今までね俺たちは見る側だったよね、このマルディグラパレード。でもなんと今年は家族みんなでパレードに出場することになりました。イエーイ。あと2時間くらいで私たちのフロートが出発するんですけど、今回のマルディグラはワールドプライド同時開催ということで、3年ぶりの街中での開催ということですっごい盛り上がってるので、こんな一大イベントに家族みんなで参加することができてとても嬉しいです。100人以上の、ね、日本人チームで今回歩くんですけど、日本人ということで皆さんカラフルな和装の姿で今回マルディグラパレード、オックスフォードストリートを歩きます。カラフルな浴衣だったり、マミーと私はマミーの手作りの着物リメイクで、参戦してきます。なんでこういう家族で参加できることになったかっていう経緯をお話しします。大家族放送助のチャンネルでは、三男右京のカミングアウトストーリーなど今までに LGBTQ に関する動画をいくつか出してきましたが、この度福岡を拠点に LGBTQ の理解振興に向けて活動する NPO カラフルチェンジラボにお声掛けいただき、2023年のマルディグラパレードに参加することになりました。フロートのコンセプト作りから関わり、日本からツアーを組んで現地のもう一つの団体を含め総勢100名の日本人グループで出場することに。前日のリハーサルが初めての顔合わせでした。ダンスは日本のプロの方に振り付けを考えてもらって、鬼滅の刃の主題歌や小田和正、宇多田ヒカルなど人気の日本の曲に合わせて踊りました。マミーはダンスグループの先頭なので、前日は夜中まで練習していました。最後にリハーサルで私たちからも一言お話しさせていただきました。私は去年初めてマルディグラに参加したんですけど、その時に初めてそのジェンダーフリージャパニーズのフロートを見て、でその時 YouTube の撮影してたんですけど、で YouTube の動画を載せる予定が、その動画がそのなくなって、あ、マルディグラの動画出せないってこう落胆した、その次の日にそのシドニー、来年ワールドプライドっていうので、フォーサイスケの皆さん、YouTube でその LGBT のこと発信してるっていうので、マルディグラで一緒に日本のフロート一緒にやりませんかっていうメールがその次の日に来て、もうこれはもう縁だと思って、もうすぐに返事をして、ぜひよろしくお願いしますっていうのが多分去年の本当3月とか4月で、8年前にねシドニーに来て、ちょうどシドニーに引っ越してきた時にマルディグラとねパレットを見て、その時まだカミングアウトしてなかったんですけど、パレードを見て、そのみんなのねきらびやかな姿を見て、家族にカミングアウトすることがねその年にできたので、自分にとってすごい思い出のあるパレードです。それを8年後にその自分の家族と日本人の皆さんと一緒にそのマーチングできるっていうことは、すごい自分の中で特別な思いがあるので、初めてましてですけど、いろいろ思い出ができると思うので、その明日マルディグラでできた思い出を日本に持って帰って、その LGBT をね少しでも日本に広めれるようにみんなでお願いします。明日はたくさん思い出を作りましょう。フォーザイス IBK アイザクレナードです。フォーザイスの顔と言われているものです。あ、そうです、これは嘘です、これは嘘です。滑舌も悪いんで耳を澄まして聞いてほしいんですけど、そう、マルディグラス、マルディグラスじゃねえや、マルディグラスそう、緊張してうるせえ、マルディグラ俺行ったら、来年じゃねえや、去年が初めてだったんですけど、俺と一緒のテンションで今までできたら嬉しいかなと思います。楽しんでください。6男の青葉です。他の兄弟がちょっと長かったんで、俺はもう短く終わらせていただきます。明日楽しみましょう。大家族放送室、末っ子のフォーサイス流ジーラスコットマックジェームズです。3月5日がうっくんの誕生日で、マルディグラとかぶって結構みんなウェイってなってるんですけど、実は僕も誕生日が2月27で、あともうすぐなんで、あと3日なんで、みんなでマルディグラ盛り上がれたら嬉しいです。よろしくお願いします。サンプレ忘れて、サンプレ今日見る限り私が最高齢なので、ダンスみんな頑張りましょう。最高じゃないですか。
右京くん、どうですか準備は。ちょっとみんな着物ちゃんと着とるけ、俺はあえて着崩そうかなと思って。やっぱマルディグラだし、肌出したいじゃん。古代ローマから出てきた人みたいになってる。ジェロテルマエロマエみたいになってる。やっぱ一番先頭なんで、ちょっと目立ちたいなと思って。いいね、ちょっと個性を出してみました。見て、顔可愛いでしょ、キラキラで。キラキラと、で、あ、これは普通にショップで買った可愛いレインボーの花の頭の飾り物 で、私の着てるやつはマミの手作りの着物リメイクです。この帯は実際マミと私が私たちの自分たちの成人式で着た帯をちょっとリメイクしたバージョンの帯で、このイヤリングもマミの手作りの折り紙で作った折り鶴のイヤリング。広島っぽいね。で、このネックレスは有馬の奥さんのローラの手作りのネックレス。全部手作りです。ウリュウ君どうですか。え、いい感じ。緊張は、緊張はしてない。1個も楽しみ、はい、でも似合ってるやん。ありがとう。どうですか、馬くん。夏の金魚の気分ですね。お、見ての通り。え、待って待って待って、似合ってるでしょ。夏の金魚俺じゃん。いや、それ濃いやん。あ、これ濃い。あんた濃いやん。濃いやないか。カープか、これは。広島カープ。広島カープですよ。もちろん知ってましたよ。わざと濃いを選んだんです。金魚じゃないです。 Feel like a goldfish。 International organization that offers training programs and talk to Japanese companies to educate them about LGBTQIA+ topics, which, as we know, is so important. Well, it is important because, you know, sadly in Japan there are still laws against gender identity and sexual orientation. Exactly. Again, taking the platform of World Pride to really push that message and push the work that they do. Hey, Japan, are you listening? You've been told twice now. Yeah.
った？もう汗だく。汗だく。楽しかった。ね、すごい人だったね。すごい人だった。もう一生の注目を浴びた感じがする。どうだったより？いやもうずっと注目浴びまくってなんかすごい緊張したけどすごい楽しかった。アーバーどうやった？最高だったね。もうあんなに人がおるとは思わんかった。イブ君どうだった？そうですね。まず一人目まあ歓声が浴びるってことは将来の僕を想像してしまったのと。まあね、この右肩だけがね、徹底振ってたんで、サイドレーズを5セットやった後みたいな感じになりましたね。明日、気抜く間違いなしなんで、まあ、ハッピーですね。まあ、これが、それがいい経験になって、将来に。話が長い。はい。冬、どうだった？始まった。もう、あっという間だったね。初めてだったよね。初めてだったよ。もう、誕生日をみんなが祝ってくれてるかのようで、なんか、すごい新鮮な気分だった。楽しかったですね。もう声が小さくなって疲れて、いや人がすごく多くてなんかみんながこう喜んでくださってるのが嬉しかった。楽しかったです。いやよかった。嬉しかった。おー楽しかったです。楽しかった。最高です。いやよかった。楽しかったですか。どうでした？めっちゃ最高です。どうでした？最高。最高。どうでした？楽しかったです。どうでした？楽しかったです。楽しかった。楽しかったです。風が来ない。暑かった？汗なくなった？だんだん汗が出てきた。あ、そうなんですね。すごい暑かったわ。暑かったよね。汗なくなった。寒量ですね、寒量。いや、こういう経験が来たのがやっぱり感無量でしょ。あ、感無量だった。感無量。ちょっと声がうるさくて聞こえなかった。感無量で配信してるんですよね。マルディグラパレード終了しました。来年参加したいなと思う人はライク、コメント、チャンネル登録、ベルマーク、よろしくお願いします。では、See you in the next video。とてもハードルが高いのは感じていたので、どうやったらできるんだろうっていうのを、まあ、一生懸命考えた。 I think we've been really happy that you came to, you know, all of this and that we're able to、be with everyone today, so thank you so much. 毎晩頑張ってこれ頑張りました。すごく楽しかったです。すごい楽しかったし、みんな明るかったから私も幸せになりました。ファッションを学んでるんで、衣装とかもすごい個性的なものが見れて、そういう意味でも刺激的になりましたね。本